はい、今回の動画はですね、こちらのフィンガーボードをご紹介したいと思います。それでは開けてみます。はい、まず登場したのがこちら。こちらはですね、ステッカーになってまして、このケースに貼ってもいいですし、何か他のスケボーとか本物のスケボーとかに貼ってもいいですね。はい、そしてこちらメインディッシュ、メインディッシュ、こちらがフィンガーボードになってます。木製でできてまして、本物のスケボーと同じように何層にも木がプレスされて作ってあります。フィンガーボードって大体こんな感じでプラスチックなんですよ。でもうちのフィンガーボードは木製です。で、重さもプラスチックとそんなに変わらないので、なんならうちのこちらの方が軽いかもしれないですね。軽いとトリックもしやすいんですよ。はい、それでこちらをこう貼ってこうやって遊びます。こちらはですね、スマーキングロゴになってます。じゃあシール粘着性があるものなので、こうやってここに貼りますね。はい、でこれ、こちらの工具を使用してリールを取り替えたり、こちらの白いやつに白いのに変えたりとか、ここの真ん中の部分を緩めることができます。で、逆はプラスドライバーになっているので、ここのネジを外すことができます。それでですね、こちらがキーホルダーチェーンもついてます。こちらをトラックの部分につけると、こういう感じでキーホルダーになるんです。これをね、なんかバッグとか取り付けると持ち運びもできます。まあ遊んでもいいですし、こうやってキーホルダーにしてもありですね。はいはい、そんな感じのこちらのフィンガーボード、お値段が2621円になってます。今ですね、店頭でも販売してますので、気になる方はぜひご購入よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでしまいました。それではご来店お待ちしてます。バイ。